はい、どうもひげちゃんでございます。ですね、佐倉市の荷物を下ろし終わってきたところからスタートです。前回はね、北関東こう関西とね往復してきまして、結構よう走ってきて大谷のパーキングで終了しておりましたけども、今はね8時20分、落ち着いたらねすぐ下ろし終わりました。ほぼほぼ着付け着下ろしでございます。いやー、積みも早かったしね、下ろしも早かったし、これはあれやね、毎回続いてほしいと思うから、もう多分二度とせえへんやろないい仕事はね、大体単発で終わります。ということでね、帰りにをね、宇都宮の方に積みに行きます。いやー、行きがけの時にね、もうめっちゃなんか杉林みたいなとこ通ってね、見てるだけでね、もうたまらんかったわ。はい、おつでございます。めっちゃまた早かったよ、今日も9時40分出発しました。今はこれ道の駅下野まで来てますね。はい、まあ、とりあえず4号バイパスでもバーっと進んで、ちょうど五感の手前ぐらいでね、11時ぐらいになるから、お昼ご飯でもどっかこの辺から食べて、今日は圏央道東名回りで帰りましょうか。いや、調子ええね最近。時代が来てますよ、時代が、ブームが来てますよ、ヒゲちゃんブームが来てますよ。これこういうペースやったらね、北関東ね、関西北関東みたいなんでもね十分回せますよね。ということで、これは明日の大阪向きでございます。あれは筑西市のあれかな、ゆるキャラかな、ちっくんちっくんって書いてる。かわいいね、ちっくん。ちっくんかわいいけど、多分ゴリゴリのおっさん出てくるんやろね、なんかあのちっくんの中身の人もそうやし、トラックの中からも多分ゴリゴリのおっさん出てくるんやろねごめん、夢壊した。ちっくんファンの皆さんごめんなさい。かわいいね、ちっくん。はい、ということで本日の昼ご飯は、一度ね、唐揚げ山盛りを食べに来ました。あ、こちらですね、涼花さん居酒屋ってなってますけどね、ここはもう定食が有名でございます。まあ居酒屋風な感じになってるんですけどね。ということで、定食、これ値段ね全部金、この一番上がね、前唐揚げめっちゃ食べたやつ超大量に入ってたやつですね。はい、他にもね結構ねボリュームメニューが他のメニューも多いということで、まあ今回はね唐揚げ以外を攻めてみたいなというふうに思います。いや、いろいろありますね。あ、ランチ850円って前回来た時と値段変わってないねんね。めちゃくちゃ安いのにこの時期に値上げしてないねんね。この昭和テイストの落ち着いた雰囲気最高でございます。ということで着丼でございますよ。入れ物持ってきて。ありがとう、どうも。てなわけでね、またとんでもねえもんが来ました。はい、このとんでもない、伝わりますかこれ。もう生で見たらね、ほんとビビりますよこの大きさ。なんて言ったらいいの、ソフトボールって言ったらいいのね、拳大とは言いますけども、拳よりも大です、明らかに拳よりも大です。いや、はっきり言ってこんなでかいメンチカツ、あ、これメンチカツ定食ですもう箸折れそう、箸折れそう、本当にこんなねでかいメンチカツ初めて見ましたよ。はい、でこれね実際割ってみましょうか。見てこの分厚さ、これメンチカツかこれ本当に。はい、ということでね、ソースをたっぷりかけて、いただこうかなという感じなんですけど、あのこれパッと上にねソースパッとかけたでしょ、これ全然足りません上に表面にかけただけということで、見てくださいよね。とりあえず3分の1ぐらいにしてみましたけど、まあ、どう考えてもこれが、通常の、ね、メンチカツ1個分ぐらいじゃないですか。はい、それにしてもでかいぐらいじゃないですか。でっかいメンチカツ3個分ぐらいですよこれ1個
いや本当ね、拳台ね、これ拳台とは言いましたけども、こんな拳よりでかい、まああえて拳で言うならば、北斗の拳に出てくる世紀末覇者ラオウ拳王ですね皆さんいっぱいね、パチンコパチスロやったと思いますけども、世紀末覇者拳王ぐらいの、拳と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。まあ、スロット北斗の拳やったらね、ラオウが攻撃してきてね、パンチやったらお大丈夫かとか思いますけどもね、こんなメンチカツみたいなねパンチが飛んできたらね、それは嬉しいかもう分かる人にしか分からへんけどね。ということで、これ見てくださいよ、もうほんと。でまあメンチカツ定食なんですけど、これもねまあ850円ということで、このご時世に未だに値上げをしていない、まあありがたいんですよ、ありがたい、非常にありがたいんですけども、まあね、ほんと値上げしてもいいんじゃないですかって正直思っちゃいます。はい、それでも来ますよ1000円でも来ますよこれ、はい、正直言って。でこれね、小鉢、お豆腐とひじきもつけてくれております。ほんとね、これは、あ、見てください、また2個目、ようやく1個目なんとかね食べきりましたけど、2個目もうめちゃくちゃたっぷりかけましたソース。さあ肝心のこれ見てくださいよ、肝心のまあメンチカツなんですけど、もうこれジューシーで美味しいんでございますよ。こんなにたっぷり肉使っていただいておりましてですね、はい、まあ、推定ですけど多分1個250から300グラムぐらいひき肉使ってませんこれ本当に。いやまあここはね本当アットホームな雰囲気で、まあ お母さんがね名物お母さんで、配膳とかしてくれてるんですよね、元気な。で娘さんかな、うん、娘さんとご主人が、大将がねいてくれてます。はい、その家族系みたいな感じです。でご飯1回おかわり無料でございます。はい、まあ、これね一応普通盛りなんですよ、うん、普通盛り以上にするととんでもない飯の量が出てくるらしいですですね、まあ普通盛りをね、まあ、2回、まあ、僕ね2回目はさすがに少量にしました、少なめで1数言うていやもう今日ね11時オープンね、オープン前からちょっと並んでね、5分前ぐらいかな並んで行ったんですけど、まあ続々とお客さん入ってきますよ。はい、もう結構ね、まあ、口コミ等でね結構有名だったみたいで、まあお客さんね、まあ、このねメニューが850円とかですからね、そりゃ絶え間ないですよ。ということで、なんとか私完食の方向に向かっております。まあ非常にね美味しかったんでね、いただけました。まあそこまでね濃くはなかったです。ということで今宵も最高でした、ごちそうさんでした。うわー食ったいやーメンチカツか、あれはメンチカツか、ほんまに、いやー大満足、うまかった。ということで、あとは帰りましょうもうね国道4号バイパス沿いで大型トラックも止めれますから、なんやかんや口コミで最近めっちゃ人気になってるみたいね。はい、コッコの看板まで帰ってきました。コッコ海老名ジャンクションのコッコまで帰ってきましたくしゃみもいっぱいでももう咳込むわ、もう、まあ、もうナチュラルバンドエイジみたいなの、まあ、ということで、おお、まだ1時半じゃと、もういや早いですね。まあ今日はじゃあもうどっかでワンストップかけて、その次、走り切ったところで終了ってところですかね。昨日一昨日といっぱい走ってるからね、まあまあ厳密に言うとあんまり今日はね走らん方がいいというかもうここでは説明しません、うん、まあ、3日連続走りすぎたらあかんのですよ、ポンポンポンなわけですよ。はい、ここはあれですね、御殿場方面行く左ルート右ルートのやつ、右ルートは今通行止め工事中でございますけど、自己渋滞してるね、まあ、6キロ15分です。多分鮎沢パーキングまでのところやから、右左分かれてるところ、ここが事故してますね、まあ、思ったよりあれでよかったかな、1車線取り取ったらタイもっと混みそうやけどね、あもう止まってるやもうあちょっと予想よりだいぶ速いぞ、速度低下しただけかこれ、予想より随分速くなぜか止まっております
変わらんといて。いきなり変わらんといて。なんか、え、これか。うわ、新たな故障者が。今なんかブワッと黒煙が一瞬上がったから。あ、これか。わあ、なんか急に今故障したんでしょうね。びっくりした今。ブワー、黒煙がブワッと上がったから今。新たなちょっと故障者が出てしまいました。思ったより長いね。思ったより長いです。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。ようやく合流となりました。もう上信越の方がバリバリ早かったわ。上信越の方が良かった。あ、トンネルの中ですか。あ、終わりましたね。ようやく終わったみたいです。トンネルの入り口でやってましたが、2時30分です。随分引っかかりましたね。15分じゃ済みませんでしたね。40分、50分損したな、これ多分。厚木の時点で、そうやね、厚木の時点で1時半やったもんね。今2時半回ってますよ。さあ、ここから中井町に走っていきますか。ひげちゃんを撮影するイサムちゃんって。なんで？イサムちゃんの車。何？なんか出てるんですか？引っ込めとんねん。イサムちゃんです。あ、どうもどうも。あ、割り箸してません。あ、してない？ステッカーをいただきました。ひげちゃんにもステッカーいただきました。交換しておきました。あ、視聴者さんですか？そうです。あ、お願いします。あ、ラーメン、いや、ラーメンさんや。ラーメンさんじゃないですか。美味しいラーメンしてはるんですよ。お、すごい。ここのラーメン美味しかったですか？美味しくないです。美味しくない。俺はあんま食べたことないよ、ここでラーメン。やめた方がいいです。ここで食えたお飾りの方がいいです。あ、本当。ありがとうございます。いただきました。後でちょっと持ってきますわ、今。はい、伊勢湾岸道でございます。日も暮れてまいりました。なんか、あ、チカチカしてますね。からなんか接触事故がどうとかって言ってましたからね。あ、ちょっと合流しにくいからね、ちょっとなるべく開けときましょうか。あとは、あ、次泊まるとこを寝床にしましょう。まあ適当に寝床探しの旅でございます。よし、まだ鈴鹿開いとった。鈴鹿のパーキング空いてましたね。今日はここで終了します。入れ方難しい。はい、お疲れ様でございます。今ここは近畿道を走っております。朝の渋滞でございますね。時刻は朝9時でございます。荷下ろしを完了してきた後は、今日は地場仕事でございます。奈良から大阪市内の荷物ね、今からバラ積みに行ってまいります。はい、積み上がりでございます。昼過ぎてます。残念ながら午後積みになってしまいましたね。ということで、今は1時40分この荷物持ってね、まあ大阪市内の方で降ろしていきましょうか。ちょっと待機してる時にあれやったな、おトイレ行ってないから、おトイレ行ってちょっと天理でね、パパパパパッと駅そばバッと駆け込んでから行こうかな。10分ぐらいで行こうかな。はい、ということで、天理のねパーキングの招きダイニング、で駅そばね、姫路名物駅そばいただいていきます。あとカレーのセットでございます。はい。
まあこれだね、もうそばとカレーやからまあまあすぐできるやろということでね、もう注文してる間にまあトイレだけパッて行って、で帰ってきたらできてるかな思ったらちょっと待ちましたけどねもうできてたら、もう帰ってきたらね、もう呼ばれてるぐらいの待ち時間のつもりだったんですけどね。ということでこのカレー、これね結構ゴロッとした柔らかいお肉、ビーフがですね2つ入っておりましたね。はい、あのカレーの味はですね本当にあのオーソドックス、素朴と言っていいと思います。はい、ザ・カレーライスでございます。はい、駅そばもねこのあの上のね天ぷらね、あれがいいんですよね。エビが入っとってね、これ美味しいんですよ。はい、でまああのカレーもね、まあ素朴って言いましたけど、今日ねたまたまねなんかちょっと昔のことを思い出すことがあってですね、あのこういうねオーソドックスなね昔ながらのカレーを食べるとですね、なんかね昔のことを思い出されて余計にね泣きそうになりますよねなんかありません？なんか昔の味をね、匂いとか味を感じるとはって一瞬泣きそうになる時それを一瞬感じましたけどもということで、サラサラサラっと駅そばとカレーを、いただいて即出発でございます。食事時間4分でした美味しかったごちそうさんでした。さあ高速道です。すごい車です。15分で出てきたね15分で全部済ませてきました。トイレ行ってる間にな、もうできとったらなもっと早かったんけどな帰ってきてから3分4分ぐらい待ったんちゃうかな。綺麗ね、大和川、大阪湾の方に注ぎ込む大和川でございます。素晴らしい。はあ、ほんまもう駅そばとカレー出るかと思ったね。着いたらね、なんか、ちょっと早を下ろしたい感じだったみたいで、とにかく焦っててまあ積むのがね遅かったからしゃあないねんけど、もう思いっきり一気にノンストップで下ろしてきたつ、まあおかげでね一瞬で終わりましたけどね。ということで、まあほんまはねもう一個ぐらいなんか仕事ある予定やったんですけど、もう時間的に多分無理やと思うから、多分これで終わりやと思う。この先が続くようだったらおひげちゃんお疲れということでもうどっちにしろもう終わろう今日ははい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイナブ。全国の女子高校生の皆様お待たせいたしました。天才ぼやき様の登場でございますわよ。ぼやきからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよ。